你好，你好，我是玛丽娜。他说呢，因为他这个童年的那个长相，就算他去他家附近的便利商店买酒，他每天都去，然后同一个店员，然后那店员还是会叫他要去问店员，真是卖他。然后他就跟店员说：“哦，我就不才来买过，你为什么卖我？”每天都会跟店员战斗，他说他跟台湾人一样，打完之后就穿红色的内衣跟内裤。他因为在日本里面有一张日本牌里面的红色的宝牌，那个拿可以加一台。然后他说他只要穿红色内衣内裤，都会拿到那张红色的宝牌。え、本当に私いいんですか？本当にこんなに記者の方が集まってくれると思ってなかったので、本当にびっくりしてます。真的是说，他真的是有钱。这样子人真的可以吃得这么多美女大哥大姐来到现场采访他，然后他说真的很谢谢各位，然后他觉得他没有想到会有这么多记者媒体来，然后就很惊讶很开心。啊，ありますね。住んでる家のすぐ近くのコンビニに毎日行ってるのに毎日お酒が買えないみたいなバトルを繰り広げてます。昨日来ましたよね。私です。店員さんとバトルして。OK， 他说呢，因为他这个童年的那个长相，就算他去他家附近的便利商店买酒，他每天都去，然后同一个店员，然后那店员还是会叫他要去问店里，真是卖他。然后他就跟店员说：“哦，我就不才买过，你为什么卖我？”每天都会跟店员战斗。ありました。話しかけられなくなります。家のすぐ近くを歩いてた。ちょっと気になるし、この時間に本当に心配そうに話してくれるのがすごい難しかったですね。ありがとうございます。他说他只是在家附近，就晚上在走来走去，然后突然从后面的警察来跟他打话，哎，你这么晚一个人在那边干嘛？这样被关心，他觉得很害羞，不好意思。私もです。私も麻雀する時は赤い下着をつけて試合に行きます。そうすると日本に赤ドアっていう。それあるだけでドラになるんですけど、聞けます。幸運をもたらす赤い下着、やってます。すごい。我刚刚想说呢，进来这个小哥，他说他在台湾一个大牌，就是穿红色的内衣跟内裤。他因为在日本里面有一张有日本牌里面的红色宝牌，那个拿可以加一台。然后他说他只要穿红色的内衣内裤，就会拿到那张红色的宝牌。あとはまあ日々マージャンに勝つために僕もそのことしてて。例えばゴミはめちゃめちゃ拾うんですけど、マンションのポストから落ちてるチラシ、他の人のチラシとかも全部このバックスケットとか、はい、一日一個のところを積もうとしてます。好，我们那个三个前辈，他说他每天都积阴德来，让他在马在牌桌上有好运。比方说他在这边看到什么景象，积个阴德，然后是在那个公寓啊，有那个海报掉下来，捡一下，积个阴德，让他天天都好运。